は。じゃあ11月21日、はい、うちのあちらの番組の時間でございます。はいどうも。はいどうも。さてはて、先週はですね、高校生の子たちと一緒に番組出たんですけど、うん、あれから1週間ですか。はい、そうですよね。あっという間だね。出たその下り早い。月日の速さをこう言うっていうね。そう、あの後発覚したのが、うん、そう、高校生の学校の先生が、うん、なんと私と同い年で、しかも学校も一緒だったっていうね。同級生ね。同級生だったっていう。そう、すごいね。幼馴染がもう一人の先生ですよ。本当ね。ね、年を感じたよ。すごいね。びっくりしましたね。ね、小学校の先生とか今までいたわけ。うんうん、保育園の先生とか。うんうん、高校生の先生。うん。初でびっくりした。まだない。そう。いいでしょ、周り。ないよ。まだ大学生だもん。先生になりそうな人たちは。だよね。今年卒業ぐらいだから。ついに来たかと思ってさ。そうなるよ、きっと。だね。そう、毎年来るたびにそうなるよ。その確認から、確認の作業して。先生誰から。そうそうそう。その作業してからで。そうだね。うん。そうだね、そうだね。下手なこと言えなくなるね。そうそうだよ、もう全部見られてるから。うん、あかんあかん。あかんそんなわけでですね、今日は、はい、あの、まあ、11月22、6日に、うん、明日いい夫婦の日ということで、そうなんですよ。未婚の2人が夫婦について語るというコーナーをちょっと今からやっていきます。まさかのね。そう、まさかの未婚2人が夫婦についてそう語ると、語るという。じゃあ私から質問いいですか。はい。まあ単刀直入に、うん、いい夫婦とは何ぞや。はあ、仲いい夫婦じゃん。仲いい夫婦、喧嘩しない夫婦。喧嘩する夫婦だよね、うん、喧嘩はしたいよね。うん、はい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 、一緒や一緒や。喧嘩する夫婦、喧嘩する夫婦。あと、あ、ゆうきの中で、うん、いい夫婦だなって思うのは、え、嫁が強いところなんですよ。おお。え、旦那が尻に敷かれてるってこと。それとも旦那をこう、旦那をこうやってるつもりの嫁がいて、うん、実は旦那がこうしてるっていう。え、逆じゃない、逆じゃないっていうイメージ。なんか、わからん。嫁は、あ、嫁強くて、うんうんうん、はいはいはい、だらしないわみたいな。はいはい。でも何言っても言うこと聞いてくれるの、うちの旦那みたいな。はいはいはい。感じでしょ。もう、怒りもしない男気がないみたいな。けど、うんうん、実は旦那はそれを演じてて、嫁に気持ちのいい感じをさせて、うんうん、ちゃんと裏で、うん、嫁のこう、操作をこう、あ、そうなんや。っていうのが結城の理想なんですよ。ちょっと逆かなと思ってた。あ、嘘。うん、なんか男の人が牛耳ってるように見えて、うん、でも本当は奥さん賢いの。あ、賢くてちゃんと夫の性質とかを全部分かった上で、うん、なんか夫にいい気分になんか俺みたいなのさせといて、うんうん、だけどなんかここだっていうのは奥さんがちゃんと握ってんのっていうさせてる風に思わす旦那ってこと。ということじゃない。ではなくて、もう旦那はとりあえずいい気分。あ、嘘。そう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 。あ、全く逆だね。あ、でもさ、それもいいね。そう、え、ゆうきはそっちが一番理想だなと思った。ゆうきちゃんの案のやつだったら旦那は穏やかであってほしい。とても、うん、とても穏やかであってほしい。そう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 。だから決して怒りはしないし、嫁がこの自分の嫁友に、ママ友とかっていうのはうちの旦那しなくてみたいな、うん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 、か何言ってもダメなんだよねみたいな、うんうん、あ、言われ、あー、言って、そういうことか。言ってても自分が強いですよみたいな感じだけど、はいはい、うんうん、旦那さんだからしたら、うん、実はこうやってますみたいな、あーはー、ボタンを押してるのは僕ですみたいな。両親どっち。両親はもう完璧に、うん、完璧に、うん、父が強い。あ、そうなの。旦那が強い。そうなの。じゃ、ダメなんですよ、うちは、うんうん、母親が父親を甘やかしすぎてるんですよ、うん、ほう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 。だから、うん、それはあんまり良くないと思う。あ、そうなの。そう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 。うちはね、なんかケースバイケースかも。あ、嘘。うん、ちょっと疲れてきた。なんか、うん、そう、テレビとかのなんかニュース番組とかで、うんうん、意味わからんのがあったら、もううちのおかんはすぐおとんを頼るわけ、うん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 、これどういう意味教えてみたいな感じでってやるし、だけど父ちゃんもなんかことあるごとに母さんのこと褒めたりするわけ。あ、いい。そう、ケースバイケースでうまくやってる。あ、それいいね、うん、でどっか父ちゃんがこう出張とか行って、でお土産買ってくるじゃん、うんうん、そしたらうちのおかんはあからさまに喜ぶわけ。
さすが父ちゃん選び方もうまいわみたいな。はい、いい、まあ、理想じゃん。選び方まで褒めるんだよ。そう、八割理想じゃん、すごいけど。そうだから甘くやってんだなと思うんだけどさ。もちろんちゃんと喧嘩もするよ、うんうんうん、で口利かない時とかもあるよ、うん、あるけど、まあ、まあそこはちゃん、うん、まあ、結婚35年とか言ってるから、ね、ね、親見たらすごいよね。すごいよね、同じ人と35年だよ。ちょっと もうなんかもう分からん、もう分からんよね。分からん。でも一緒に35年いても喧嘩とかするじゃん、うん、って考えたらさ、なんかすごくない、うん、逆にね。逆に、いや、まあ35年もいたら結構同じこと何回か通ってるでしょみたいなことでしょ。そうなのにまだあるみたいな。でもね、うん、ネタつけるよね、喧嘩の絶対に、うんうんうん、あ、このパターンね、はい、このパターンねとかがあったはずなのに、そうまだぶつかるってことでしょ。まだ攻略してないってことだもんね。そう確かにそうかもね。って考えたら飽きない人がいいかなとか思うね。あ、でもどんな穏やかな結婚生活と激しい結婚生活と違う、うん、いや、ハードな方がいいな。あ、そう、え、結婚だよ、うん、恋人じゃないよ、結婚だよ、うんうん、恋人は穏やかな方がいい、うん、嘘、逆じゃない、普通だって恋人は別に穏やかで、うん、つまんなくなったら、うん、別れればいい。別に走れるじゃん。別、また別枠の穏やかがあるでしょ。ほう、うん、ある穏やか、うん、別枠穏やかとか、はいはい、別枠ハードとか、はい、いや、でも結婚ってそんな30年とか20年とか一緒になるわけでしょ。うんうんうん、ずっと穏やか同じ穏やか、ずっと同じ穏やかは、うん、ちょっともうきつい、たまらん。あ、マジ嫌だ、無理。でどっちが、あ、なんか、あ、分かったな、理想、うん、穏やか喧嘩、穏やかこれどういうこと、日替わりってこと。うん、穏やか割合が多い。ああ、そう、80穏やか度、うん、あ、75穏やか度。穏やか、じゃあ穏やかってそもそも何、うん、え、穏やか、なんか生活してる、基本的な、こう、なんか朝起きて、うん、夜眠る、朝起きて夜眠る、穏やかな、うん、で朝ごはん一緒に食べるとか。ああ、そんな、ああ、なるほどね、絵に描いたようなというか。そう、あ、なんか朝庭の植物に水とかあげててほしい。あかんかな、うちのおとんやってんだよね。朝庭の植物に。そう、あ、気にしないな、そういうのは。でも若いうちはやらないだろうね、男の人の。やんないだろう、50ぐらいからかな、庭持つ年ぐらいじゃん、だから、あー、一戸建てで。そう、あー、そうやな、庭持つ年じゃないとそれはできないでしょ。やっぱ4、50か。でしょ、4、50から結婚するっつっても、そうだね、こっちも年取ってないといけない。そう、変わってくるし、変わってくるな。定年してる。あ、定年してる。あー、確かに。そうかもしれないね。そうやな、そうだね、そうやな、それでもいいよ。え、定年後に水あげるってこと。そう、あー、そっか、若いうちは、そっか、あ、分かった、若いうちはじゃあ私が水あげするから。なんか興味を持ってほしい、やらなくてもいいけど。水をやる生き物にってこと。そう、あ、若子水やってんねぐらい。あー、そう、なんか料理とかもただ入ってなんか機械的に食べるんじゃなくて、あ、今日はシチューなんだとか。なんか興味を持ってくれる人、やらなくていいわけ、家事とかは別に。あ、この一緒に生活していることに対して、うんうん、興味を持ってくれる人。一人暮らししてる時にね、マジで思った。あーね、うん、マジで思った。お皿新しいの買ったのみたいな。あ、好き好き好き。あ、でも気づかなくて、で気づくようなのを選んでチョイスするのとかも好き。は、分かんない。だからなんか気づく人もいいけど、なんていうの、普段気づかないけど、その人がいかに気づくかを考えて買ったりするのも好き。うん、要は気づくことが嬉しいってことでしょ。そう、そう。かな。一人暮らしの時はめっちゃそれは思った。嘘。うん。だからといって多分あの福山さんとか多分めっちゃ家事できるじゃん。あ、何、一回福山で考えてるわけ。じゃあ例えば
えば家事できる男代表、そう家事できる男代表福山さん、うん、みたいな感じは多分ダメなはず、うん、な家事はやらなくてもいい、やらなくてもいい、完璧なできる人じゃなくて、うん、じゃない方がいい、別にやろうと思えばできるぐらいがいいよ、あ、そう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 、興味はあるよみたいな、いざという時は、うん、死なない程度にできますよ、そう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 、全く何もできなかったら、うん、生きる上で心配だけど、そう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 、いざって、ああ逆だわ、何もできない方がいい、うん、あ、できた方がいい、完璧にいい方がいい、福山さんじゃいいじゃん、うん、でも多分完璧にできる人はこういうタイプは好きじゃないわけそもそもわかんないよ、完璧にできる人は世話したいってのがあるんじゃない、いや完璧に男ができるとしても、うんうん、世間の目的に女がすることさ、うん、まあまあまあね、だから どっかできっかけがない限りは自然なナチュラルにいくと女がやってるじゃん、うん、完璧がで、うん、完璧にできる人から見たら、うん、私がやるのは全てイライラすると思う、うん、あ、例えば姑とか、そう、もうそうだし、うんうん、ゴミの出し方一つでもはい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 、はい、ああね、そうだから、でもほらもう若い世代だから大丈夫じゃないかな、うん、もう私も若い世代、社会がなんかそういうこのナチュラルに女がいりますよって社会じゃない限りでいったら完璧な旦那を手に入れることはできないわけ、ふむ、なるほど、社会の目が阻んでいるわけです、そうそう、世間の目がね、でもさ、あれ平気？リモコンをこうテーブルの隅に揃えて置くんだよ、でもどうぞやってください、あ、マジで？家庭に強要しなければいい、勝手にやってる分に関しては強要してきたらどうすんの、だからずれてるよとかで、あ、ごめんごめんごめんやるけど、あ、やるんだ、そ、だからそこ、やるんだ、そこにあるものを、うん、あ、でもそれ可愛いかも、取って、うんうん、そこに直すのは、うん、ユキの中に組み込まれてるわけ、はいはいはい、でも、はい、別のとこにあったのにこれ定位置ここでしょって言ったら、うん、ユキここから取ってんか、ユキはここに直しましただもん、はいはいはい、ずっとそこにあるんだったらそれを定位置に戻してるだけだから私は苦ではないわけ、うんうんうん、あなたが勝手に決めてあなたがそこに置いていたから、なるほど、ね、そうよねみたいな、あーね、そうだから、うんうん、勝手にやってくれる分には、あーそっか、そうで、家で掃除してた時にリモコンここでしょとか言われても、うん、知らんしみたいな、うんうんうん、やってんだぞみたいな、うんうん、だから勝手にやってる分には、うん、自分でやってる時はいいよ、あー、うん、って感じ、染まれるんだね、全然柔軟性超あると思ってっから、そっか、マジで、ね、そう、あ、じゃあ譲れないとか譲れないだろうな、あ、譲れなさそう、ねえ、でもね、あ、もうねえねえねえ、うん、ねえねえ、あかん、あかんはずね、すぐ、うん、あれなりそう、そう、ちょっとみたいな、そう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 、あ、なりそうだな、うん、言って多分相手に理由があったらそれでいいんだけど、理由ないのにそれをやらなかったらめっちゃ怒るはず、怒りそう、めっちゃイメージついた、うん、ついた、うん、言いそうではない、うん、うん、言ってそう、言ってそう、やだ、やだ、まあ、そんな、そんな不服蔵ですけど、はい、不服蔵ですけど、まあ、いつ叶うのやらね、そうですね、うん、ちょっと来年の、うん、じゃあ、いい夫婦の日、うん、あ、びっくりした、今、うん、結婚するのかと思った、誰かが、どっちか結婚してなかった場合は、うん、あの結婚してる人呼んで、あ、そうしよう、秘訣を聞こうか、うん、やっぱもう、今もこの下り、妄想になってきてたからそうだね、そうだね、ただただ20代女子が妄想を語るっていう時間になってたからそうだね、98% 妄想だったわ、そうそうそう、そうだね、そうだね、来週はちょっと結婚されてる方を呼んで、そうそうそう、そうそう、聞こう、そうだね、うん、それをちょっと今日思いついておけばよかったね、あと全国の福山さんファンにも謝って、はい、あの、すみませんでしたすみませんでした、でも、できる男代表っていう、あのね、紹介だったからね、そうだね、そうだね、はい、そこは、あの、はい、すみません、決してね、決して結婚したいとかってわけではなくてね、そう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 、いやいや、私目がそんなことはっていう感じですかね、はい、はい、じゃあいい夫婦の秘訣あれば、まあ、教えてください、皆さん、そうですね、今後の参考に、はい、したいと思います、はい、はい、じゃあもう映画情報いって大丈夫ですか、よし、やりますか、はい、やりましょう、やりましょう、先週お休みしたんでね、そうですね、今週はちょっとかぐや姫、ジブリの最新作なんですけども、はいはいはい、あの皆さんが知ってるかぐや姫物語、うん、あれを元にしたまま、うん、なんだろう、このかぐや姫はなぜ地球に来たかとか、あ、そっからなんだ、そう、そういうのを、うん、なんだろう、描き出したような作品らしいです、まあ細かい内容はまだ公にはされてないんですけれども、ほう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 、まあ写真を見る限り、うんうん、
見えるかな。そうだね、白飛びしてる。こうやって多分おじいちゃんが見つけた時、うんうん、からこう赤ちゃん、うんうん、の時から、でも本当にこのかぐや姫の感じなんだね。そう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 。っていう名前だけで設定が違うのかなとか思ってたんだけど、そういうことではないね。ちょっと私思ったけど、もう筋道は、うん、かぐや姫竹取物語そのままらしくて、で大きくなってみたいな。でこれおばあちゃん、おばあちゃん、うん、あ赤ちゃんの時かぐや姫、うん、でおじいちゃん、おじいちゃん、うん、で大きくなった時のかな。綺麗。そう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 。いやほら CM でやってるじゃん、ジブリ一美人なヒロインが誕生しましたみたいな。マジで？うん。あ、見てない？まだ。見てない。なんかやってたよ。嘘。そうそうそう。ジブリ一美人ナウシカだよ。らしいよ。あ、ナウシカも可愛いよね。でなんかこういうのがあったり、で月にこう帰るとかかな、わかんないけど、うん。なんか絵があれですね。何何？なんていうの？あれっていうの？こんな感じなんだね、絵が。このタッチがね。タッチが。そう、っていうのもね、監督が宮崎駿さんじゃなくて、うんうん、高畑監督なんですね。あ、あのそう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 、方法結局隣の山田くんとか、あの人なんかそういう感じよ。そう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 、ね、アルプスの少女ハイジとか、あ、ね、で蛍の墓も演出した監督さんなんですよ。そう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 、そう言われたら納得するね。そう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 。それで、ここの方にキャッチコピーで姫の犯した罰、うん、あ罪と罰、うん、ってあるんですけど、これが結構キーワードになってるらしくて、うんうん、それでこう地球にやってきた理由とかがその謎が解き明かされるような感じらしいですね。ほう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 。でもさ、あの小学校の時に、なんか国語の時間にさ、ちょっと思い出したことがあって、うん、国語の時間になんか物語を作りましょうみたいなのがあったのね、うん、で題材は何でもよくって、うん、私なんとかぐや姫がなぜ地球に来たかっていうやつを書いてたの。そう、さっき調べながら思い出して、おで私の小学校の妄想の中では、うんうん、あのかぐや姫がいるところでは、あのなんだろう、宇宙大戦争が行われてるの。それで飛んだな。でそれで、うん、かぐや姫の父ちゃん母ちゃんはお偉い人なのね、うんうん、王様だかなんだか、宇宙でね。そう、宇宙でね、うん、でかぐや姫生まれたばっかりで、うん、この子の命は守りたいっつって、うん、なんか宇宙船のカプセルかなんかに入れて、うんうんうん、地球に送ったの、こう、はあはあはあ、でこう日本に飛んできて、うん、うまく収まったのが竹の中。なるほど。そうそうそう、っていうのを書いたのを思い出して、うん、すごいね、やべえジブリ来たぞと。ジブリ来たね。ジブリ来たよと思ってさ、どうする本当にそのあらすじだったら、宇宙戦争ってあらすじだったら。そうそうそう。え、ちょ、え、嘘。ビビるよね。ビビるね。まあ、違うだろうけどね、うん。まあ、じゃないことを願うよね、うん。と思い出してびっくりしちゃった。で今回もですね、はい、あの音楽提供は久石譲さんがされてるらしくて、うん、いいよね、うん、でこの久石譲さんに、うん、高畑監督が依頼するときに、うん、高畑監督自身が作曲したらしいんですよ、うんうん、で今日のクイズに参りたいんですけれども、はいはい、その監督が、うん、この歌の説明のために使ったソフトとは何でしょうなんですけど、もう今日これはゆきちゃんに当ててもらいに来てます。もう簡単なクイズこれ。ゆき、これ知ってる？知ってる？あ、知ってる。多分。うん、知ってると思う。どっかでなんか見た。見た？あれだよね。あのボカロ的なやつだよね。そう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 。ボカロ的なやつっていう答えじゃない？その名前は？有名じゃん、有名じゃん。初音ミク。正解。正解です、初音ミクです。そうそう、で初音ミクを高畑監督自身が使ったのか、それともスタッフに作らせたのかは定かではないんですが、うんうん、とりあえず初音ミクを使って、うんうん、久石譲さんに伝えたっていうのを確からしい。おー、うんうんうん、
時代も変わったねってこう記事に書いてあったんだけど、そうだね。ゆきこのかぐや姫のやつの、うん、ゆきのトリビア知識を言っていい？はいはい、なになに？最近テレビで見たんだけど、うんうん、これあれなんだって。普通、うん、アニメってアニメが出来上がって、うん、声優さんが声出るじゃん、うんうん、逆なんだって。声やって絵描いたんだって。そうなの、うん、なんで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 。あ、それは分かんない。なんかこの人のやり方らしい、それが。へえ、そうなんだ。そうそうそう、高畑さんの。そうそう、だから、そうなの。撮ったのは2年ぐらい前らしい、声を。あ、てかさ、これでこれさ、最近読んだ雑誌で、うん、なんかこの構想は9年前ぐらいから出てたらしい。へえ。そうで、高畑監督はめっちゃ絵描く人らしくて、うんうん、でも超時間かかるんだって、うんうん、で、だからもともとは何だったかな、7時間か9時間ぐらいの長編アニメーションで、それをこうグッと小さくしてやったんだって。だからプロデューサーさんがすっごい大変らしいよ。そうだね、うん、7時間やばいよね。おで、縮めたのが 2時間20分ぐらいでしょ、うん、縮めてもそんぐらいでしょ。すごいね。ね、あ、もう頭の中すごいことになってんだよ ね、いっぱいあるんだろうね、アイディアが。はぁ、らしいよ。はぁ、楽しみですね。はい、やっぱすごいね、作る人ってさ。すごい楽しみ。これがですね、11月の23、あさってか、あさってか、そうそうそう、全国ロードショーですね、勤労感謝の日。はい、で、今気づいたんですけど、うん、沖縄のどこでやるかってのは、あの調べを、はい、忘れましたすみません。でもまあまあまあ、ジブリだから全部でやるんじゃないんでしょうか。3つでやろう、はい、いつものとこね。そうそうそう、いつものとこで、ね、なるほどね。で、かぐや姫と、本当は夏に、なんだっけ、夏にやってたジブリの風立ちぬ、そうそうそう、風立ちぬと一緒に同時公開のはずだったんですって。へえ、すごい。そうそうそう、だけど、なんだろう、やっぱ時間かかっちゃって、うんうん、それで延期になって、今、今年の秋公開になったらしいです。ああ、うんうんうん、これも、ちょっと見たいですね。見たいですね、楽しみ。なんだろうね、姫の犯した罪と罰って。そうだね、ね、気になるね。気になるね。はい、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 じゃあ今日はいい夫婦と映画情報かぐや姫についてでした、はい、また来週をお楽しみに。はい、バイバーイ。